ちは、ヨウムさんですよ。レイムさんです。マリサさんだぜ。あたいはチルノさんだよ。最後にサクヤさんです。前回一度も喋らせてもらえなかったので今回は私が主役です。ごめん忘れてた。あたいも主役やりたいよ。お前紅葉の説明できないだろ。今回からは、インダストリアルフォアゴーイングのクエストを進めていきます。昔のマインファクトリーリローデッドをリメイクしたやつだっけ。まずはこちらの、モブスローターファクトリーを作りました。これは、モブを処理してお肉などを入手する装置です。焼肉食べたいね。焼肉食べる瞬間が一番性を実感するよな。効果範囲内にモブが入ると、勝手に性肉されます。エンダーマンのお肉ですか。モブを処理すると、液体のお肉と、ピンクスライムが入手できます。液体のお肉じゃ、美味しくなさそうだね。ピンクスライムの方が重要で、これをバケツ1杯分集める必要があります。ということで効率的にモブを集めてくるために、とあるアイテムを作ります。トラップタワーは作らないんだ。そこまでは必要ないかなと思いまして、ガストの涙を購入しの、お金が足りなくなりの、モブを捕獲するサファリボールを作りました。ああ、紅葉の動画だとよく見かけるやつだ。モブを捕獲して、持ち運びができるようになるボールですね。あたい知ってるよ、モブを育てて殿堂入りを目指すやつだ。違う違う、そうじゃなくて、目から光が失われるまで厳選作業をするんでしょ？同じゲームじゃないか。ポケモンってすごいですよね。考え方によって全く違うゲームになるんですもん。ちょうどいいところにスケルトンがいたので捕まえましょう。彼が再びこの世に現れた時、彼はすでに。彼はもう、死んでいる。そりゃスケルトンなんだから死んでるようなもんだろ。こうやってモブを捕まえて処理をして、ピンクスライムを貯めていきます。牛だとピンクスライムが効率的に集まりそうですね。牛はお肉が詰まった動物ですから、ピンクスライムもたくさん手に入るのでしょう。こうして、バケツ1杯分のピンクスライムを作り出すことができました。これをバケツに組んで、設置します。適当に、こういう場所でいいかな。ダバー、おお、なんかピンクのスライムって感じ。そりゃピンクスライムだからな。ピンクスライムを設置して、しばらく待ちます。すると、このようにピンク色をしたスライムちゃんがスポーンします。すごい、命が宿った。このピンクスライムを倒すと、とても重要な素材、ピンクスライムボールがゲットできます。って、思ったより多くのピンクスライムが必要なことが分かったので、結局トラップタワーを作成しました。あの使い道が思いつかなかった、アクアベースの内部に作ったんだな。湧いた敵を、扇風機で処理場まで落とす構造です。そして、この250ドルで購入したドロップオブエビルを、湧き層の土に対して使います。そしたら、怖い効果音とともに、土がカースドアースへと変化します。中の人がビビリだから、撮影を気にせずすぐに脱出したな。カースドアースからは、モブの枠量が増えます。また、プレイヤーからの距離に関係なく、モブが枠という特徴もあります。早速、真っ黒になったスケルトンが落ちてきたね。どうして日焼けしてるの？カースドアースから枠敵は黒くなって、強化されます。トラップタワーには最適だが、事故ると危ないってことだな。この、過去シリーズで3度も4度も紹介しているトラップ施設で、ピンクスライムを集めていきましょう。と思ったんですけど、私は今更気づいてしまいました。どうかしたか？インダストリアルフォアゴーイングの装置は、効果範囲をかなり大きくできるアップグレードがあるんですね。ということはですよ。別に下までモブを落とさなくても、脇層全体をモブスローターの効果範囲に入れてしまえばいいじゃないかと。あ、確かに。ということで、プラス10のレンジアドオンを作りました。これをスローターに積むと、効果範囲はこのように広がりました。脇層を全て終えてますね。ってことで、ピンクスライム集め装置はこれで本当の完成。あとは待つだけです。待ち時間に、別のクエストを進めましょう。アドバンスドソーラーパネルの、モルキュラートランスフォーマーを作るクエストです。アドバンスドソーラーパネルは、IC2 のアドオンだね。IC2 のソーラーパネルの、さらに上位版を追加するモッドだ。IC2 のアドオンということで、コストがやっぱり鬼なのです。ということで EV トランスフォーマーを作りの、レインフォースドガラスを作りの、イラディアントウラニウムを作りの、イラディアントグラスペンを作りの、ニュートロンリフレクターを作りの、ジェックニュートロンリフレクターを作りの、MT コアを作りの、モルキュラートランスフォーマーが完成しました。久々にリーの祭りをしたような気がします。長い中間素材の作成作業を一気に流せる素晴らしい手法だよな。ほんで、この装置はどんなことをするの？この次のクエストでも要求されている、イリジウムの作成に使えます。これに電力を送って、鉄インゴットを加工します。900万 EU という、かなりの電力を消費します。あのメガ風力をもってしても、3分程度の加工時間がかかります。あのメガ風力でも、
そして出来上がったものがこちらになります。イリジウムです。IC2 単体ならダンジョンチェストでしか入手できないこのアイテムですが、アドオンがあれば作れるのでありがたいことです。で、このイリジウムを使って、やっと、アプライドエネルギースティクスを扱えるようになります。AE2 といえば、倉庫モッドだよね。いつもの企画ではリファインドストレージを使ってるけど、この環境では導入されてないんだよね。では、シーンチェンジ入りまーす。ダークスチールブロックを作りの、ダークスチールアンビルを作りの、インスクライバーを作成しました。これで、AE2 の基本的な中間素材を作っていきます。そろそろ機械の設置場所がなくなってきました。いくらスペースがないからって、その場所はどうなのさ。で、結構有名なことですが、AE2 の基本素材を作るには、マップのどこかに落ちている、隕石から金型を見つけ出す必要があります。隕石探しだね。全部で4個の金型が必要で、うち1個だけは、裏作業の探索で発見済みです。ただ、なんとこの世界では、お金で金型を購入できちゃいます。宇宙技術ですらお金で買えちゃうんですか。1枚250ドル、お安いですね。隕石を探す手間が省けたので嬉しいです。では、中間素材作りを始めますね。プリンテッドエンジニアリングサーキットを作りの、素材と金型を変えてプリンテッドロジックサーキットを作りの、ケルタスクオーツを濃縮チャンバーにかけてピュアケルタスクオーツを作りの、プリンテッドカルキュレーションサーキットを作りの、なぜか3時間が経過しの、なんでよ、多分録画ミスが発生してますね。サーキットをシリコン処理して、いろいろやってコントローラーを作ったところまでの録画が消えていました。ということで、その続きからの収録です。イルミネーテッドパネルを作りの、チャージドケルタスクオーツ、レッドストーン、ネザー水晶をお水に投げ込んで、フルーシュクリスタルを作りの、コモモアって出てくるの好き。これを粉砕してフルーシュダストを作りの、フォーメーションコアを作りの、アナイアレーションコアを作りの、ME ターミナルを作りの、ME クラッキングターミナルを作りました。これを設置すると、おなじみのあの画面を見ることができます。親の画面より見た画面、親の画面ってなんだよ。親の顔面より、見た画面ってか？さてこのおなじみの画面を見ることはできましたが、まだ ME 倉庫を使えるわけではありません。あ、反応してくれないパターンね。もう時間が来てしまいましたので、次回はこの ME 倉庫を取り扱えるようにします。おっと時間か、それじゃ今回も見てくれてありがとうなんだぜ。最後のセリフまで取られちゃった。だいたいあと5パートぐらいで最終回になるかなってペースです。最後までよろしくね。それでは、また次回をお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録やフォローしていってくださいね。高評価やいいねしてくれると、あたいは嬉しいよ。YouTube のサブチャンネルやニコニコ動画では、ボイスロイド実況なども投稿しているので、そちらも見ていってくださいね。それじゃ、また次回をお楽しみに。